どうも、旅ってこんなもん TV のタカです。今回はコミと奈良県奈良市にある若草山の夜景を見に行きました。以前も若草山の夜景は動画にしましたが、うまく撮影できていなかったので、今回はリベンジということで一眼レフを持ってのチャレンジです。若草山の夜景は新日本三大夜景の一つにも選ばれているほど魅力あふれる夜景です。山頂は木々も少なく開けており、奈良公園や生駒山などを見渡すことができます。お昼も夜景も魅力あふれる若草山、今回は夜景の映像をお楽しみください。旅コン TV。 結構あれやな、明るいな。歩きやすくなっていいねな。急に電気消えたな今。一応今12時40分になった瞬間に電気消えた。なんか思った以上に綺麗だ、想像を超えてた。旅コン TV。 去年より綺麗やったね。綺麗になったな。なんやろ、わからん、久しぶりなんかわからんけど、もう素直に綺麗やなと思った。なあ、もうしょぼいとかそういうのもうな、一切思わんかったな。やっぱ開けてるからいいよな、若草山の周りに。あとまあ自然に囲まれてるっていうところもいいやろね。なあ、しかもおるし。そやな。なんやろな、他のなんか観光地とかなんか都会のとこでなんか展望台登ってみるっていうんではなくて、なんこの山を登ってちょっと歩いて見に行くっていうところがいいんちゃうかな。そうやな、ただし全部をな見れるのがいいよな。そうやな。いやまあでも良かったです、ほんまに久しぶりに行ったけど、やっぱ良かったなと思う。や、毎回良かったなって思う。毎回良かったなと思うな。ちょっと来るまではさ、まあ僕ら住んでるとこ橿原っていうのもあるけどさ、1時間ぐらいかかんもんな。ちょっと遠いなって印象やねんけど、あーめんどくさいなって思うんやけど、やっぱ来た時は、あー来てよかったって思う。思うな。若草山ですよね。さすが若草山やって、奈良県代表する夜景スポットやなって思うな。そうやね。旅ってこんなもんで見ろ。高田コミでございました。ありがとうございました。バイ。